チリーン地図グーグルマップ雲の平野、市図三つまたレンゲ岳からの雲の平野。広報は、薬師岳雲の平野は、富山県富山市ある意味での、日田山脈黒部川源流部に位置する、なだらかな溶岩台地、中部山岳国立公園内にあり、山域は、その特別保護地区になっている。別名は、奥の平野。黒部川とその支流である岩子家小谷に挟まれた、標高2500から2、 700メートルの日本で最も高い位置にある溶岩大地で祖父岳火山に825メートルにより形成された面積は25万平方メートル人と岩が点在する高山植物の宝庫でありそれぞれ庭園と名付けられた区域がある北アルプスの最深部に位置するためどの登山口からでも当日中にたどり着くことが困難であり日本最後の秘境と呼ばれる 上部は森林限界の廃末帯で、祖母岳や庭園の一部に木道やベンチが設置されている。スイス庭園雲の平らにある高山植物の群落地には以下のような八つの名称が付けられている。雲の平らで見られる主な鉱山植物は以下である。 日田山脈の最深部に位置し、周辺には植物保護のため木道などによる登山道が整備され、各方面からの多数の登山ルートがある。一家が雲の平山荘までの一例である。折り率からのルートが最短ルートである。1956年9月に開設された湯又温泉から三つ又山荘までの伊東新道は荒廃して通行困難となっている。薬師沢小屋から 黒部川沿いを降り高間原峠を経由する大東新道もある。岩子家のっこ市からは黒部川本流の最上流部を通り、祖父岳の南側山腹を通る牧道がある。和柴岳へは黒部ダム方面から赤牛岳を経由する読売新道10月に開設されたルートの入山ルートもある。笠新道の代わりに小池新道のルートもある。すごろく岳の東側山腹をまくルートもある。 やり岳系は、厨房温泉からの表、銀座、上高地や新穂高温泉などからの入山経路がある。2009年9月23日放送の、NHK 総合テレビジョン特別番組、夏の北アルプスは絶景。運上のアドベンチャーでは、登山家の田部淳子とアナウンサーの内尾の勝康が、立山から穂高岳へのジャンダルム重装登山を行い2009年8月3日と4日に、 雲の平山荘に宿泊し、雲の平を歩く様子が紹介された。雲の平山荘周辺には、以下の山小屋がある。雲の平山荘、編集雲の平山荘は、1961年に、三股山荘の経営者であった、伊藤翔一が建築した山荘である。初代の山荘は老朽化のため2009年に、取り壊され、現在の山荘は2010年に建設された2代目である。 定員70名。雲の平らのほぼ中央の高台に位置する。700メートルほど東方にキャンプ指定地がある。その北側の標高点のピーク直下南東には無人のコロナ観測所がある。ありがとうございます。